ぱちょっとも う, う蒸し暑いよ ね、うん、蒸し暑い、夏が来てほしくないです。今でこの暑さでしょ、うん、やばいね、やばいよ。あ、この滝の音いいね、いいね、涼しい、涼しいね音が涼しい。プールとか行きたい、やっぱり、うん、でも今年無理なのかな、そういうの。確かにプール営業しなそうだね。うん、うん、塩素入っててもダメなのかな。あ、そっかね確かに消毒されてる。そう、消毒されてんだよ実は。12番ホールパー4、青が366。これはティーグラウンドに出すと右にバンカーが見えるんですけど、そっちのバンカー方向に打っていく形です。はい、である程度右でしたら全部落ちてくるん で大丈夫で、もうむしろもう左がもうパッと見で危ないので、もう間違っても右に打っていくっていう。なるほど、はい。あー、右だ、落ちてきて。まあまあ大丈夫だと思います。まあ、はい、うーわ、真ん中だ。ナイス。はい、頑張ります。ハウス左、ハウス左もう天の弱かって右側って言ってるのに。クラちゃんは左を狙う、まあその方が花道ですもんね。これ実はピンを見ると、はい、ピン右に振ってあるんですよ。本当だ。だからあんま右に逃げすぎると、ね、セカンドの、そう、セカンド大変なんですよ。あれ見てちょっと左にしようかなみたいな欲出しちゃった。私は旗で。はい、右だ。いやいやいや、めっちゃいいよ。お、ナイスキック。オッケー、オッケー。どうだ、あ、嫌だ。取ってた。いや今ちょっと突っ込んだね。突っ込んだ、突っ込んだね。タイミングが難しいよ。左割れますじゃないかな。ひどくやりますね。210ぐらいあるみたいな。210ぐらい、うん、3打目、3打目ワンペラです。ワンペラ、今日はしょうがない。そうね、うん、スコアは捨てるんだ、ね、スコアは捨てるんです、まあ、レギュラーだからね。そうだね。おお。ナイスショーだけど大丈夫です。いいとこ、ナイスショーセーフ。よしよし、今はうまく打てた。はい、ありがとうございます。5番ウッドで170ヤード。ライはあるね。あ、バンカー右行け。入っちゃったね。入ったかな。失敗です。振っちゃったんだよね今。体もこうやってやらずに出てきたらよかったんだけど、ちょっとビヨーンビヨーンってやっちゃった。ビヨーンだってわかる。ズズってあれもピンに対して下ってるんですよ。はい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 、はい、なので少しこう球を上げるか、うん、手前でワンクッション入れないと奥のバンカーまで突っ込んじゃう。そっちまで行っちゃう、行っちゃうピッチングとやった。あれはもう穴が開きました。傷つけてしまった。傷つけました。がしかしブラジルには届かない。
届きませんね。ブラジルには届かない。全然届きませんね。なんか右全部半面バンカーなんですよ、奥。じゃあもう左に打ってかなきゃ。安全なのはピンの左に打っていくのが安全で、球上げるのが得意だったらピンの右。絶対そんな上げようと思って上がんないし。逆に言うと、バンカーさえ出れば勝手に寄ってきます。あ、はい、なるほどね。よいしょ、上げてきた。よいしょ。これで奥からだから。え？むずいね。マジか。結構あの、上げるか、左に狙うか。いや、あの、ちょっといいな、今考えてない。これ残り60ですね。60サンド、普通にサンドウェッジで、はい、ぴったりぐらいですね。うん、まあ、普通に打ちます。うまいよ。どうでしょう。うまい、うまい、うまい。あ、なんかいい感じっぽい。あ、止まれ。あ、止まんない。あー、あーって言ってる。向こうで実況中継してくれるから自分のボールがどうだったのかが分かりやすいですね。カラまで行ったっぽい。あ、本当だ。悪くなかったんですけどね。最近得意じゃないなんかいます。うまい、うまい。さすがー、さすがー。うまい、うまい。さすがー、さすがー、さすが。大木バンカー10。大木バンカー10。さすが大木バンカー10。めちゃめちゃうまい。うまい、すごーい。オッケー、ナイスパー。ありがとうございます。うまいっすね。木から順目らしいです。うまいよ。入れ、入れ、入れ。やったー、ボギー。うまいよ。入れ、入れ、入れ。うまい、うまい、うまい。ナイス、ナイス。ナイス。うまい。やったー。よかったね。レッピー。これあの、デレレレッツー。デレ、何？止まれ、止まれ、止まれ。あ、ナイス。まっすぐ。どちらかというとフックですか。いや。え？スラッター？私のは気持ち最後スラッター。最初からスライスメイクだけど。スラ？でもそんな。左カップ打ちかな。左カップ打ち？うん。こんぐらいでいいか。こんぐらいだね。パーパットです。あ。小坂さんは学生ゴルファーだったんですか。そんなに上手いっていう。上手くはないですけども、学生ね。全然違いますよ。もういわゆる社会人になってから、おい、会社のコンペ行くぞ。あ、そういう感じでゴルフを始めて、はい、で、です。それでクラちゃんまで行ったんですか。はい、でも最初からもうどっぷりみたいな、ハマったってことですか。いや、全然最初は118とかのスタートですし、あ、でも最初から120切ってるんです。すごい、すごいと思う。当たれば飛ぶけどどこ行くか分かんないみたいな、いわゆるエンジョイゴルファーでした、うん、はい、ある方と出会うまでは。あ、あ、そのある方とは、ある方とは、はい、あの、ツツ、ツツさんです。ツツさん、ツツさん、はい、今、カメラ回してる。え、ツツさんと、その、うん、何、はい、社会人でゴルフ始めてから、そうですね、出会って、はい、で、なんか、なんですか、レッスンをしてもらったことですか。そう、あの、スイングも教えていただいたり、クラブのフィッティングしていただいたりしながら、出会って1年ちょっとぐらいで、ハンデがもう4ぐらいになって。ハンデ、片手ハンデって本当にならない。だって厳しいんだもん。
さん今は丸くなったけど。そうなんだ、つぶさんってそんな厳しいんだ。一桁ハンデに1連でさせちゃうつつさんもすごいし、うん、できちゃう小坂さんもすごいですね。ね、だって厳しいんだもん。そこだって会社員でね、普通に働きながら、はい、そうだよね。そう、合間見て、すごい。つつさん電話して、俺もっと上手くなりたいんだけど。で、はい、じゃあこうしてくれるみたいな。なるほど。はい、そろそろ打ってきますか。はい。はい、おお、ナイスフェード。ちょっとフェード。バンカーは？あ、バンカーだ。え、バンカー？うん。ここはどう攻めて？これはもうセンター狙いです。センター狙い。センター狙い。はい。あのピンのちょっと難しいので。で、あの短くてもいいです。アプローチの方がいいです。バンカーのちょっと左。バンカーより左行きそう。あ、バンカーかな。はい。だからさっきから言ってることとさ、やってることとさ全然違う。センターですって言ってて左だよ。右ですって言って左だから。いやもう持ったところに打ちたいよね。持ったところに打ちたいよね。7番ウッドで、右側、おお、いい感じ。うん、ボールに来てしまった。ナイス、ありがとうございます。ナイショダイレクトに入りましたね。ダイレクトに入ったと思います。なんかちっちゃい桜の木みたいな咲いてる。本当だ。かわいい。かわいい。え、何これ。ね。何の木だろうあれ。出た。三つ子。そんな突っ込むとこじゃないけどね。三つ子だ、嬉しいぜ。うまい。うまーい。何あれ。何あれ。あんまこんなこと言いたくないけど。こういうバンカーとか上手い人ってなんか色気を感じますよね。うまーおー、三つ子、三つ子、やばい。なんかさ、あそこに集めたいんですけど。できるかな。すごいもの見せられちゃった。あ、でもやばい。もうちょい。ちょっと遠くなっちゃったけど。やってる、やってる、大丈夫です。ありがとうございます。まあ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 、ボギーはいきそうです。パッと見フックなんですけど、目がこうなんですよ。そうですよね。だから総裁でそんなに見なくていいです。そんなに見なくていい。そんなに見なくていい。強めの。強めの、ちょっと強め。微妙な。強めのちょっと強め。わからない。もうちょい強めが分かんなかったな。ほぼまっすぐ、ややややすら。
最後曲がった。来た来た。入りましたね。嬉しい。来た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 。弱かったんね。ボギー。だだ。内側内側。うまいわ。うまいっすね。距離感合ってるし。で、あの、はい、言うてるところに打ててるじゃないですか。はい。打ててないし。パターはやっぱりね、打ちたいところに打てるのが一番。パターフィッティングもありますから、ケースに。だからこれね、ボーナス出たら。